路地裏で津波だ。やってきたのは和製ビヨンテこと渡辺直美。雑誌撮影と称して住宅街のハウススタジオに呼び出した。そしてあいつらご存知、イタリアの伊達男ジローラモ。ちょい悪親父は女性に目がない。するとおあつらえ向きに前から女性がロックオン。うれしそう。それでは行ってみよう。矢部太郎。すいません。路地裏でドキドキ。今回は趣向を変えてこんな方々に登場していただきました。不良グループおかしいでしょ今。